中西北西宮に位置する軍であり、太平洋とオレゴン州との宗教に接している。2000年国勢調査で、の人口は27,507人だったが2010年では28,610人と4%増加した。軍庁所在地は、軍内で唯一の地方自治体である、クレセントシティである。デルノルトはスペイン語のラティエラデルノルテが短縮された、ものであり、 スペイン語ではデルノルテとなるはずであるが、公式の発音は、末尾の E が取れてデルノルトとなっている。この田園地帯にある群は巨大な海岸レッドウッドの木がある森林で著名であり、樹高は350フィート以上に達するものもある。ここには、多くの特徴ある植物と花、多くの種類の海岸生鳥と魚が生息し、人の手が入っていない磯浜と岩柱。 原始のままの川及び歴史ある灯台が見られる。ビッグフットのファンにとっては有名なパターソン・ギムリン動画の場所として、また映画、スター・ウォーズ・エピソード6、ジェダイの機関で使われた森林があるところとしても知られている。デルノルト郡のある地域には、昔からユーロック族とトロワ族インディアンが住んでいる。この地域を最初に探検したヨーロッパ人は19世紀半ばの探検家ジェデリア。 スミスだった。スミスはヨーロッパ系アメリカ人がそのような遠隔の地について知識を得る以前に山越えでこの地域に入った最初のものだった。スミスにとってこの地は文字通り地の果てであり、アメリカ大陸が太平洋に接して終わるところだった。1855年、連邦議会はクレセントシティ海岸の満潮時には島になる。 バッテリーポイントに灯台を建てることを承認した。この灯台は現在も歴史史跡として機能している。デルノルト軍はカリフォルニアゴールドラッシュの後、1857年にクラマス軍の一部から創設された。クラマス軍そのものは1874年に消失した。軍内にはハンボルト軍に本拠を置く2年生、カレッジ。 ベッドウッドカレッジのサテライトキャンパスがある。デルノルト軍統一教育学区が、軍内12年生までの児童、生徒の公共教育を管轄している。主要な高校は、クレセントシティにあるデルノルト高校である。そのマスコットは戦士である。軍内にはいくつかの私立教区学校や、チャータースクールがある。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は1230平方マイルであり、この内陸地は1008平方マイル、水域は222平方マイルで、水域率は18.05%である。レッドウッド国立州立公園内、クラマス川に近いマーシャル池クレセントシティの、港クレセントシティが群内ただ一つの、法人和美都市である。その他の地域社会としては、クレセントシティノース、ホートディック、 ガスゲット、ハイウジ、クラマス、パトリック・クリーク、ダグラス・パーク、ダーリントニア、およびスミス・リバーがある。軍内には多様な植物章と動物章がある。多くの混合樹林などいくつかのタイプの森林がある。カリフォルニア固有種のブルーオーク、クワーカス・ダグラサイが、軍内最北部に自生している。ブラックオークとダグラス・ファーも軍内で見られる。公共交通は、 レッドウッド海岸交通が提供しており、アムトラックのバスによって乗客駅に接続している。ジャック・マクナマラ・フィールド空港からスカイウエスト航空の商業便を利用できる。商業便の大半はアーケータ・ユーレカ空港などを経由してサンフランシスコ国際空港に行くことができる。また、サクラメントやオレゴン州ポートランドへの接続も可能である。クレセントシティ港は 商業漁船の母港であり、鮭、エビ、マグロ、タラ、アメリカイチョウガニ等を水揚げしている。この港には漁業と非漁業関連の事業所があり、港湾事務所もある。またプレジャーボートの経流所もある。デルノルト軍はアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で共和党の強い地盤である。大統領選挙で民主党が多数を取ったのは1976年の ジミー・カーターが最後だった。両党の登録有権者数はきっ抗している。2008年5月時点で住民の選挙資格があるもののうち67%が登録し、民主、共和両党の登録支持者数はともに約38%だった。第3の政党支持者は約6%だった。アメリカ合衆国会議員の選挙ではカリフォルニア州第一選挙区の一部であり、 カリフォルニア衆議会会院議員の選挙では第1選挙区に入っている。カリフォルニア衆議会上院議員の選挙では第4選挙区に入っている。2010年時点でアメリカ合衆国会議員とカリフォルニア衆議会会院議員を民主党議員がカリフォルニア衆議会上院議員を共和党議員が務めている。2008年の大統領選挙戦で民主党予備選挙では ヒラリー・クリントンが投票総数の48%を獲得した。共和党の予備選挙では、ジョン・マケインが投票総数の40%を得た。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。